巡りでもしようかしら。慎重に迷った時は地図をチェックよね。疲れちゃった？私に任せて休んでていいよ。ちゃんと行き先は決めてあるの？先を見てくるわね。ちゃんと行き先は決めてあるの？どこにいるのか確認しましょう。もたもたしてるから追い抜いちゃったじゃない。記録するの？
OK、シーリー、現状のシェアの状況は？プラネトゥーヌが取り戻されたこと、バズール現象の抑制装置が設置されたことを機に、スマホのシェア率に変動が生じております。そうですか。私の力に影響が出る前に、IS クリスタルを回収できてよかったです。はい。マスターの力は今、スマホのシェア率の変動により乱れが生じています。ここから次はどうするかですね。よし、設置完了。これでもう完璧ってやつ。町とかその周辺でバズール現象が発生する心配がなくなったっていうか。マホちゃん、お疲れ様。これで一安心だね。うんうん、この足にかかれば 100% 保証。さすがにそれは盛りすぎでしょう。かなりの高い確率でバズール現象の発生を防げるのは確かだけれど、それだけでも十分な効果だわ。ブランさん、来てくれたんですね。これから先、ルイを守ってくれる大事な装置を設置するんだから、立ち会うのは当然よ。それにこの子たちも来たがったから。やっほー、ネプギア、ちゃんとお仕事してるか来てあげたわよ。ネプギアちゃん、応援に来たよ。は、二人とも来てくれて嬉しいな。あまり邪魔しちゃダメよ。あとはスイッチをオンにしてバイブスを上げ上げにするだけっしょ。意味わかんない言葉使わないの。準備は完了しました。あとは作動させるだけです。ここはブランさんがスイッチを。私やりたい。はいはい、それじゃあ3人でやりましょう。はーい、せーのっていくよ。
だけ？何も起こらないよ。いや、何も起こらないようにするのが抑制装置なので。これでルビーの街は安全ね。なんだかホッとしたわ。てか、ルビーの設置が最後になっちゃってごめんね。それは構わないわ。ルビーは比較的パズール現象の発生率が低い国だったから。発生率の高いラステーションやリーンボックスを優先するのは当然よ。ねえねえ、先にこれを設置した国ってもう効果が出てるんだよね。もち、大船に乗ったつもりで豪華客船クルーズしちゃっていいよ。そこは大船に乗ったつもりで安心してでしょ。とにかくこれでルビーも安心だね、お姉ちゃん。未だに危機が去ったわけじゃないけれど、国民たちの不安が減った分、シェアの減少にも歯止めがかかるはずよ。うんうん、そこも期待してていいよ。これで各国ともほっと一息つけるっしょ。あ、そういえばネプギア、ネプテューヌって今頃どうしてるの？お姉ちゃんでしたら、ここのところ毎日プラネテューヌで事後処理に追われてます。お姉ちゃんすごく頑張ってて、体を壊したりしないか私ちょっと心配で。あのネプテューヌが真面目に仕事を？むしろ大丈夫なのそれ？お姉ちゃんはバックアップに回るから、これからは私を中心に動いていけばいいって言ってたけど、そういうのはお姉ちゃんの役目だったのに、私にそんな大役務まるかな。私もネプテューヌに負けてられないわ。早く帰って仕事を片付けましょう。お姉ちゃんまたお仕事。せっかくお外に出たのに。何言ってるの、ロムとラムもお勉強の時間でしょ。ほら一緒に戻るわよ。だったわ。一緒にケーキでも食べに行きましょう。やったー、お姉ちゃん大好き。それじゃあネプギア、また後でね。ブランさんたち行っちゃったね。せっかくだしさ、このメンツでどっか行く？自由時間ってことで。いいけど、あんまり長いはできないわよ。そんなこと言わずにさ、ほら、行こう行こう。ここに行くんですね。少し休憩しましょう。
気をつけていきましょう。今どこにいるのかな。迷ったときは地図を見ましょう。どこにいるのかな。迷ったときは地図を見ましょう。ここにしますか？ここに行くんですね。ここにしますか？いきなりどこか行くって言われても、真帆は何か目的でもあるの？別にないけど、観光してルイの名所とか美味しいものとかを楽しみたいなって。あのね、私たちは遊びに来たわけじゃないのよ。ちょっとくらいいいじゃん。いい刺激になるかもだし。何がいい刺激よ。ネブギアも何か言ってやって。もしかすると、真帆ちゃんの記憶が戻るきっかけになるかも？そうそう、それ！遊んでるうちにアーシの記憶が戻るかも！ギアチーナイス！まったく、ネプギアは真帆に甘いんだから。じゃあ決まりだね。二人は行きたい場所ってあるの？あーしはね、めっちゃ映えるって噂のアイスクリーム屋に行きたい。どうせなら有意義なところを観光したいわ。確かルイの歴史における重要な物品を展示してる博物館があったわよね。博物館？全然テンション上がんないじゃん。自分の記憶を取り戻したいんでしょ。だったら知的な刺激を得るべきだわ。それなら別に何か食べてからでもいいし。ギアチーはどっちに行きたい？そうね、ここはネプギアに決めてもらいましょう。私？ごめんね、どうしても片方に絞れないや。つまりドローか。じゃあいっそのこと両方行く？
まずはアイスからってことで。それも悪くないわね。すごいね、真帆ちゃん。これで解決だね。じゃーん、ここがアーシの激推し、映えるって超話題のアイスクリーム屋さん。わあ、並んでるアイスのサンプル、どれもすっごく可愛いね。でしょでしょ、マジ夢かわ。ルイの街並みをイメージして作ったアイスだって書いてある。っていうかトッピングの量が尋常じゃないわね。食べ方がよくわからないわこれ。まあまあなんとかなるから大丈夫。お姉さん、トリマめっちゃ映えそうなやつ激盛りのモリモリで3つください。どさくさに紛れて人の分まで注文するな。私は普通のサイズでいいから。私もアンリちゃんと同じにしようっと。二人とも、ここで日和とかマジないわ。泣いた。ちゃんがおすすめするだけあってすっごくおいしいね。うん、悪くないわ。あのプリンが乗ってるアイスをお姉ちゃんに食べさせてあげたいな。というか当の本人がまだ食べていないんだけど、さっきから何してるの？何って、ミンツブ用の撮影。こっちの角度の方がいいかな。はあ、やっぱギガ盛りアイス超映える。真帆ちゃん、さすがにそろそろ食べないと溶けちゃうよ。いまいち決まらないからあとちょっとだけ。とかやってるうちに。ああ、ちょ、やば、溶け始めた。だから言ったのに、早く食べないとトッピングごと落ちるわよ。おいしい。けどもっとゆっくり食べたかった。つらみ。ここがロビーの博物館か。あれ、でも入り口が閉まってるよ。まさかのお休みってやつ。ちょっとアーシが調べてみる。ああ、なるほど。バズール現象のせいでしばらく休館っぽいよ。そんな。再開予定日はと、ありゃ、明日からだって。せっかく来たのに残念だったね、アンリちゃん。そうね、来る前に調べておけばよかったわ。おや、お客さんですか。すみませんね、せっかく来ていただいたのに。いえ、私たちが調べずに来てしまったから。
再開したらぜひまたお越しを。特別展示も行っておりますので。特別展示、この大陸の中でも一番長い歴史を誇るルイーだから、さぞかし貴重な物品が置いてあるんでしょうね。そりゃもう数々の秘蔵の品を揃えてあります。どんなのかしら、偉人の愛用品とか、それとも重要な改革を記した公文書とか。もちろんこのルビーの女神様にまつわるものですよ。歴代女神の残した遺物、それはとても貴重ですね。アンリーめっちゃ点上げじゃん。あんなに興奮してるアンリちゃん初めて見た。ブラン様一押しのブランド納豆から、今ハマってるジャンルの本、衣装のレプリカまで幅広く展示してます。は？納豆、ジャンルの本。あ、もちろんそれだけじゃないですよ。ここだけの話、極秘ルートから入手したブラン様執筆の没原稿も。ブラン様はゲーム業界一位。おすましクールなお姿も素晴らしいが、罵倒されると寿命が3日は延びる。ああ、我々ルビーの民に日々の生きる糧を与えてくださる素晴らしい女神様だ。それってルイの展示物じゃなくて、ブランさんの記念館なんじゃ。その通りですが、何か。うわ、言い切った。ねえ、この人たち、なんか変なスイッチ入ってない？怖い。職員のおじさんたち、目が血走ってるよ。もちろん、我々が崇拝しているのはブラン様だけではない。ロム様とラム様も猛烈プッシュ。ああ、小さいことは素晴らしきかな。神棚に姉妹で飾ってペロペロしたい。いや、マジヤバじゃん、事案じゃん。そうね、通報しましょう。アンリちゃん、目が本気だよ。トリマ逃げるっしょ、アンリが切れる前に。賛成。すみません、私たちこれから用事があるので失礼します。あざま。ちょっと話しなさい二人とも。この変態たちを抹殺しないと。だから逃げるっしょ。アンリちゃんが犯罪者になる前に。さっきはマジでビビった。あのブランさんにはこのことを伝えた方がいいのかな。むしろ本人は知らないままの方がいいわ。うんうん、私たちはここで何も見てないし聞いてないってことで。いろいろあったけど楽しかったね。他に行きたいところってある？そうそう、
もう一つ行きたいとこあったんだった。ああ、例のあれを設置するのね。アンリー、わかってる。ギアチーも来て来て。うん、いいけど何するんだろう。